仕事終わりました。おお、シャニーか、よくやったな。おかげで助かったぞ。もう楽勝ですよ。そうか、まあよかったな。今日は帰っていいぞ。いやいや、そこでですね、ラウルの旦那。私にもっともっとお仕事をください。他にもいろいろやってみたいんです。いや、いきなりそう言われてもな。お前ができそうなことなんて。ちょうどいいじゃないですか、ラウルさん。何がだ。環境調査の仕事はこれからますます必要となりますので、人手があるのは助かります。今回の仕事ぶりも全く問題ありませんでしたし、シャリーさんでしたっけ。はい。簡単なものから彼女に任せてみては。そうですよ、組長。正気か。正気かって何。ああ大丈夫です、大丈夫ですから。いけますって。いけますったって、おい、どういうつもりだソウル。 いえ、このまま彼女に居座られると話の続きができないので私も困るのです。ここは適当に話を丸めて帰らせるべきかと。なるほどな。厄介払いだったの。まあソウルがそう言うんなら頼んでみるか。え、本当ですか。ありがとうございます、ラウルさんと、ソウルさん。ええ、こちらこそ、シャリーさん。ただし仕事の評定はそれなりに厳しいのでよろしく頼みますよ。まあ、仕事が欲しいときは俺に言え。適当なやつを見繕ってやる。はい。では皆さん、お願いします。任せておけ。終わったらキラキラ欲しい。俺たち働く。な、何が始まるの。やったー。ソウルさんってけど、案外いい人なんじゃないかな。早速母さんに報告しなきゃ。星のミシェル・バニシャルドって、期待の新生錬金少女。ソウルさんって悪い人じゃなさそうだけど、やっぱり緊張する。ま、一応評価は上々だし、様子を見ながら続けていけばいいんじゃないか、シャリン。ええ、そうですね。ん？今、名前を呼ばれた気が。シャリン。あれ？今の人たち
あの船のおじいさんと同じような服装だった。どうしたの、ミルカ、こんなとこで。別に、たまにはあんたの家にでも遊びに行こうと思って。珍しいな、用もないのにミルカがうちに来るなんて。用がないと来ちゃいけないほど、あなたの家は高級だったかしら。相変わらずきついこと言う。でも今日は大歓迎、報告することもあるんだ。報告？ただいま。あら、シャリーちゃん、お帰りなさい。今日はミルカも遊びに来たんだよ。まあ、こんにちはミルカちゃん、久しぶりね。お邪魔します。で、報告することって何？報告？え、いきなり本題に入っちゃうの？本当に？もったいぶってないで、さっさと言いなさいよ。そんなに聞きたい？仕方ないな。帰るわ。待って、言うから、今から言うから。ほほん、実は。さすがシャリーちゃんね、その調子でラウルさんの右腕を目指すのよ。さすがにそれは無理かもしんないけどね。大丈夫よ、シャリちゃんなら毎日24時間働ける。すぐに偉くなれるわ。そうかな。おばさん、それ死ぬわ。だけど、いろんな仕事を任せてもらえるならやっぱり嬉しいな。そうね、今までコツコツと続けてきた努力が実を結んだのよ。よかったわね、シャル。そうだ、仕事で困ったら声をかけて。え、いいの？うん、仕事が増えたなら手伝えることもあると思うから。ありがとう、ミルカ。それに、あんたの師匠っていう人も気になるし。ミルカが気にするようなことじゃないよ。気にするのは私の勝手、あんたの都合はどうでもいいの。何それ。ミルカちゃんは相変わらずズバッと理不尽なことを言うわね。とにかく町の外に行くときは声をかけて。それじゃ。え、もう帰るの？ミルカってば、何しに来たんだろう。ミルカちゃんはいいお友達ね。ねえ、シャルロッテ。え？あなたはきっと何だってできる。私の娘なんですもの。だから。母さん？必ず見つけてちょうだい、あなたが心からやりたいと思えること。うん。
じゃない。どうしたの？その報告です。中央から来たお役人さんからもっといろいろ仕事を頼みたいって言われて。お役人さん？ああ、ソウルのことね。ソウルさんと知り合いなんですか？さすが師匠。いや、まあ。それでどうしてわざわざ私に報告に？私今まで毎日その日暮らしで、目標とか目的とか全然なかったんです。でもやっぱりそういうのを考えなきゃって思って、その相談に。なるほどね。確かに目標を立てるのは大事なことよね。そういえばウィルベル師匠にも目標とかってあるんですか？一人前になることよ。何を？さすが師匠。師匠になっても一人前になることが目標なんて、やっぱりすごいですね。はあ？あのね、師匠になったのはその場の流れで。私まずきちんとまとまったお金を稼ぎたいんです。それで母さんをもっと楽にさせて、それから親孝行はいいと思うけど、あんたってそんなに稼げるほどの能力は持ってるの？そのために錬金術の修行をしようと思って師匠に弟子入りしたんじゃないですか。あ、そうだったの。へえ。まあ頑張りなさいよ。あんまり深いことは考えないで何かしら作り続けなさい。そうすればそのうち錬金術なんて上手くなるんだから。そのうち？本当ですか？安心しなさいって。私もできることは協力するわ。そう言ってもらえるのを期待してたんです。でも何？何でもありません。